そういった忙しい中でデッキを変えたりしているのかっていうのも注目ですが、さあどんなデッキが飛び出すか。まあでもそれでもそのデッキで有名な人っていうのはそれだけ勝ってるわけだって、デッキバレしてたとしても勝ってるわけで、レガシーでやっぱりデッキバレてるって結構なハンデですけどね。そんな中でもまあ毎回勝ってることがいかにすごいことかという。強い12 10惜しいちょっと悔しそうな木原さんが明らかに。さあザラスト3、2018年第7回戦レガシー市川祐希さん対木原敦さんの試合をお送りします。さあお互い、はい、あ市川さん後手そうダイス勝ったのどっちだったっけなと思ったけど、はい、後手を取りましたね。市川祐希さん、PTQ の決勝、GP 静岡の前日のやつで決勝まで行ってたんですけど、はい、それももう奇跡、相手にはダイスで勝って後手っていう、選択権が自分にあるんですけど、それで今うわーとなった感じですかね。だからお互いダイスで後手を取り合ってたんですね、はい、取り合ってなかなかねスタンダードとかじゃなかなか見られないですけど、ないですね、なかなか。さあシアンをプレイ。さあちょっと木原選手の手札は全く見えませんけど、まあ、ここまでは気温と力1マナ余らせて目くらましを警戒して、ソープロと最高の、そうですね、デルバーを処理してのスタートと。さあフェチランドから札幌ガニックアイランド、もう市川さんのデッキ自体はほとんど、もう最近本当市川選手の代名詞と言ってもいいぐらいの、ちょっと呼び方わかんないですけど、なんていうんですか、アンコーデルバー、アンコーデルバーダサすぎ今すげえ適当に言ったら、アンコーデルバーではないけど、アンコー美味しいですからね。なんて言えばいいんですかね、なんて言うんですかね、アンコー思考吐きデルバーみたいな。ちょっと特殊なんですよ市川選手のは。グリクスデルバーなんですけど、あの思考吐きとアンコウがいっぱい入ってる形が、ついこの間紹介されてましたけど、まあ、その形かどうかまではちょっと分かんないですけど。あとさあ総裁をプレイ。いいですね、総裁はやっぱり1が多いデッキには何のライバリー操作なくても結構普通に消せるんで。おやっぱり思考吐き入ってますね。さあこれが市川さんの思考吐き。さあ2枚墓地に置いてと。これ嬉しいですね、このターン1マナのカードがカウンターされないのも確認できた上で1回動けるんで、ちょっと手札1ばっかですからね。これが1だったとしたらこのターンただ動けずにエンドになっちゃうんで、全然動きが違う。でここで1番通したいブレインストーンもしっかり通して、あしかもクロックもちゃんと引けましたね。ちょっとやっぱデルバーの一番の負け筋として、はい、ダメージがない間にドローばっか打ってて、相手がもうその間に準備万端になってデルバーとか簡単に対処されちゃうみたいな、まあ、なのでこの間に、なんか雰囲気すげえ楽しそうですけどめちゃくちゃ楽しそうですけど、いや途中もあります、このターン多分デルバーにつなげるんじゃないかと。はい、土地からここはデルバーをプレイ、秘密を掘り下げるもの。来ました、総員の同士、先ほどもゲームを決めたと。スーパークリーチャー、さっきあの状態から決めましたからね、もうこの何の制限もない
に等しい状況だと強いに決まってる当たり前だよねドローもつながる。悔しそう。2回は予報。市川さんはこの思考囲いがいらないんでアップキープにデルバー変身だけさせて思考吐きで落として、さあこれも大きいですね。このターンまたデルバーが出せる、はい、ドローも打てる。さあ思考囲い入れて札を見に行きます。木原選手今パッと見た感じ手札は結構厳しそうでしたね。なるほど。意志の力週末総員の同士2枚目みたいなちょっと噛み合わせが悪いみたいな。もっと軽量のスペルがあってポン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 。そうですね、ドローがつながるとすごくいいんですけど。この状態だと総員の同士2枚目を抜かれると手札がもうほぼないみたいな状態になっちゃうんで、はいどうぞと。そうですね、総員の同士週末フォースオブウィル、うん、ちょっと真ん中が本当に週末怪しいですけど、まあ、きっと週末でしょう、うん、週末でしたね、はい、さあ総員の同士をぶっこ抜かれて、さあここでもう1枚の秘密を掘り下げるもの着地しました。今木原選手がフェッチを切るかどうか悩んでる。この状況、まあ予報がある状態で市川さんはもう多分総裁を誘発させるようなことをしないと思うんですよね、はい、総裁を誘発させて木原選手に確定で2枚引かせるようなプレーはしないと思うんで、なので木原選手もこの予報をそもそも引いていいものかどうか、まあ、ただキャストはできるんですけど、うん、それだと普通のキャントリップとあんま変わんないんで、現状今トークンが1体増えたところで手札的に全然押し切られてしまうんで、うん、まあ、なのでそれだったらここでフェッチを切ってトップに1が乗る。そうですね、1だった場合しかもリターンも相当大きいですからね、ソープロかドロー呪文なんで、うん、同士との噛み合いも最高ですね。もう相手のデルバー2匹目を打ち消した上で1体目のデルバーを追放したら、はい、もう一気に逆転なんで、さあ切りに行きましたね勝負、まあ、ちょっと予報を引いてるようでは勝てないですね、うん、多分本当に市川選手ほどの人が相手に余計な情報を与えると思えないので、うん、なので僕もフェッチは切った方がいいかなと思いました。さあここが運命の総裁となるか。よいしょ、あガッツポーズ、よし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 。いやここは本当に大きかったです。ゲームを分けるでかいターンでしたね、まあ、2人とも、まあ、木原選手があれだけ悩んでたので分かると思いますけど、もう本当にターニングポイントとなるようなターン、総裁の誘発だったので。いやだってそうですもんね、デルバーが2体残るのといなくなるのじゃ違いますし ね、2ってあんまりいいスペルないんですね、多分この状態で、うん、打ち消し呪文カウンタースペルか、2枚目以降の総裁か、先ほどめくれた予報みたいな、なので今もう2っていう呪文そのものが、あと春章の魔導士とか、春章の魔導士は嬉しい唯一、いやただちょっと木原さんの総裁がちょっと活躍しませんね。そうですね、3発ぐらい、いやあのもう本来絶対1の方が多いんですけど、デッキ内に木原選手も頭を抱えているさあしかしここで唱えて、まあそうですね、お互い楽しそうにやるっていうのはやっぱりこれは MO じゃ起こりえないですよね、2人とも楽しそうにやるのがやはりいいことですよね、リアルならでは、終わった後もああだったこうだったっつって、さあ総裁3度目の正直、さあそして今回はデルバーが素でひっくり返るか、ひっくり返らず引いたのはヤンパイ若きグレン術師、また先ぶれというのが絶妙ですね、うん、さあヤングパイロマンサー自体はすごく悪くないですね、ちょっと相手の黒くが膨れた時にもダメージ軽減してくれたりするんで、うん、
さ、あとは先ブレとか打ち消し呪文を市川選手がどこに当てていくか、もう消してもおかしくないですけどね。ちょっとドローが連鎖してトークンが増えるのが一番嫌そうなんで、はい、ちょっとスロートリップとはいえ先ブレは消しても不思議ではない。さあどうするか、さあどうするか、うん、行きましたね、うん、ビルを打ってドローが繋がらないように。はい、ここでヤングパイロマンサーの投エレメンタルが出てくる。はい、1の力に対して一応総裁を誘発させたんですけど、うん、まあ5はね、うん、本当にフォースオービルしかないんで、ライブラリーに残り3枚しかない。さあ木原選手きついですね、次も島ですからね、トップが。ここで市川選手もう1匹の出る場がひっくり返るとほぼ2番で肩がつくはずですが、あ、しかも市川選手手札まだブレインストームか、もしかするとそれだと高確率で出る場が、あ、もうひっくり返りやすいと。そう、さらにヤングパイロマンサーでブロッカーも用意できるんで、まあ、そもそもあれですね、木原選手リソース的に2番で絶対勝てないんで、市川選手の残りの手札がブレインストームだとすると、次のターン木原選手総裁もまだゼロって決まってるんで、うん、もう木原さんは2ターン持たずと。あ、ブレインストームではない、お、そしてスペルではない。おお、まだ木原さんは生きている。さあ3点、あっと、しかし、うん、真の名の宿敵、さあ木原さんプロテクションの、そうですね、プロテクション木原さん、木原さあスペルだと9点で終わりです。さあしかしスペルではなかったので足りない、6点しかない。まあただ木原選手平地だと奇跡の逆転があるんですけど、あ、しかし市川選手デイズを持っている、平地かミラクルですね、週末そのまま奇跡。さあまだあるのか、どうだ、一応ドローが連鎖すればワンチャン。あ、しかしすごい繋がりそう、渦巻く知識と、さすがに無理か、そんなには回復できないか。ソープロとブレインストームが見えたんですけど、自分のクリーチャーにソープロ打って延命できないかと思ったんですが、ちょっとさすがにそこまではライフがないですね。うん、バンジキュースか、さあなんとか逆転の目をね探っていきますが、そうですね、ちょっともう殴って勝つのは不可能なんで、もう総裁、うん、奇跡、週末絡みじゃないと難しそうですけどね。エレメンタルでブロックいこうかと、今呪文1回だけなので、まあ、全部通すとさすがに死にそうなんで、まあ、最低で1体止めそうですけどね、もう1体いくかどうかを悩んでるんだと思います。さあブレインストーム、さあここが今3つ合6点ですか、1234ん、今2回でしたっけ、あー1点足りなさそう、シアン打ってシアンブレインだけだそうね、はい、2回なんでトークンのパワーが今3で6点なんですけど、もう2回呪文唱えられるんですけど10点しかない、あーじゃあ足りずと、1点足りない、うん、手札にソープロカンスペってあるんで、もう2回は唱えられて
まあ、ただ、ソープロカンスペって動いた場合でもソープロを消さなきゃカンスペが打てないんで、はい、ちょっと回復で生き残るとかはできないんで、ちょっとどのルートを選んでも足りない。これはダメでしたと。さあ見事市川祐希選手1本先取しました。いや熱い攻防でしたね、まあ、総裁くじがそうですねいや市川選手の本当に総裁の後の、はい、木原選手のトップが連続で 2-2 だったんですけど、はい、あれが1回でも1だったら全然違うゲームになりましたけどね。いやでも市川選手の2枚目のデルバーに対してフェッチを切るかどうかとか、あれ絶対切った方がいいなと思ったんですけど、あの辺も難しいんですけど、熱い熱いですね面白いですね。ターン数自体は結構短かったと思うんですけど、市川さんの 2体目のデリバーですか、バニータ、はい、もうなかなかひっくり返らなかったですね。そうなんですよね、あれがすぐひっくり返ったらすぐ終わってたんですけど、はい、それもひっくり返らなかったのがまたゲームを面白くした、うん。さあここからはサイドボード。さあトップのめくり合いがね、楽しそうにキャッキャはしゃいでやってましたね本当に2人とも、よしよし、イエスイエス、声が聞こえないんですけど聞こえてくるような、はいはい。さあこれはどういったサイドプランになりそうですか、大枠というか。母さんはパイロ、ブラストとか入れてましたけどね。まあ、フォースウィル抜いてアンコウ、ウエストランド、サクアク、はい、ウィル1枚残しですかね、絶妙。まあ、今もドロージュも、ね、バンバン下送ってましたからね。さあ対する木原さんは、木原さんはどうですか。どうですかね、最近ちょっとミラクルはあんまりやってないんですが、まあ、基本的にはそんなに大きくは変えない気がしますけど、バックトゥベーシックとかがあれば。お互い全勝ないしは1敗同士の戦いと。どうですかね、全勝ですかね、1敗はしてそうな、はい、木原さんは1敗してるって言ってたんで、じゃあ1敗か。まあけどこのマッチは2敗でも多分選ばれると思うので、ちょっとラインに関しては分かりませんが、ウィルは基本的にはそのフェア同士はカードカウントで絶対損するので、あんまり強くないというのが、まあ昔からセオリーとしてあります、まあ、あと相手がパイロブラスト入ってると特に損をしやすい、はい、返されやすいんですよね。まあ、例えば何か致命的なスペルが来たとして、それをフォースウィルして、それをパイロブラストされるともうリカバリー不能みたいな。相当損しますもんね。損というか負けみたいな、うん、損ではない、もう負けと、損の上負け。またその辺は結構人によりけりみたいなところもありますけどね、まあ、あと相手に赤が入ってるかどうかも、そのウィルを簡単に返せるかどうかってのも重要だったりします、相手がウィルを返すのにウィルを使ってくるんだったらまあいいかという人もいますし、パイロが入ってると結構きついイメージですね。そうですね、後手を取り合うっていうのはいいポイントかもしれないですね、はい、それぐらい1枚もでっかいですし。いや言ってましたね、木原さん、この1枚の差がでかいんすよって言ってて、後手取られた時のちなみに最近興味深い話を聞いたんですけど、はい、とあるレガシーをめちゃくちゃ勝ってるプレイヤーが、はい、どんなマッチでも後手を選ぶような調整というか今テストをしてるみたいな。そんなことをまずテストする人がこの世にいたのかと。すごいですねよくは皆さんもあのレガシーあんまやったことないと、レガシーってあのすぐ1ターン2ターンで死んじゃうみたいな、はい、イメージがある人もいると思うんですけど、そんな世界でめちゃくちゃ勝ってる人が実は後手を取りまくってると。そんなことがあるんだと。それがレガシーですね。ちょっと木原選手としては後手取ったら1ターン目出るばかいとちゃんと出してくるやないかいと思ってたのと違うって感じですかね。さあ2ゲーム目スタートしてます。
一ターン目先手出る場はもう先手を取らされた上でもう最高のスタートですからね。先手をくれてありがとうと唯一言えるパターンと言ってもいい。さあ先ぶれ市川さん、手札には1枚だけのフォースウィルもありそうですけど、ね、さあただ木原選手も除去自体はいっぱいあるので次からはちゃんと出る場に除去を打って望み通りの展開に持ち込めそうですが、さあ積み込む順番を決めました。さあアップキープ、ちょっと一応大会中なんで、まあ、明日の大会が終わるぐらいにどなたか、さあここはキープ、ブレインストーム、今デルバーとサキブレの能力がスタックに乗ってて、まあ、どの順番でスタックに乗ると市川選手は木原選手がカードを引く前にブレインストームを使うと思うので、でデルバー解決、はい、でドローですね。さあ3点入って20対16。いや、それが僕が聞いた話だとなんと相手のデッキにチャリスが入っていようがなんだろうが2本目以降も後手を取り続けるらしいです。ミスタードローファーストですか。いや、そんなプレイングあるんだと思って考えたこともなかったですね。さあここで剣を好きに対応してブレインストーム、はい、ちょっと黒マナが欲しいですね。あ、黒マナが引けず、ただ呪文貫きがあったんで、まあ、最低限は、市川選手今手札強いのは強いんですけど、ちょっとあの攻めるカードが黒マナがないとキャストできないやつばっかりなんで、2ガバナと囲いと、それか3マナ目がないとキャストできない、トゥルーネームネメス、はい、シノナの宿敵、これはもうじゃあ許したということは試案ですかね。はい、さあ試案をプレイしていきます。シャッフル、はい、いや、あのすごいすごいんですよその戦略自体は。ちょっと気になってるんですけど、僕もちょっと昨日聞いたばっかりで、まあ、まだ大会中ですので、まあ終わっで許可が取れたらどなたか後でお伝えしようかなと思うんです。あ、いいですね、黒マナ引けましたね。今も市川さんはこの試案は黒マナを探しに行ったと言っても過言ではない試案だったので、もうシャッフルしたんですけど理想通りの、まあ、これもほぼセバスさんの、市川さんの理想通りの展開になりそう。これをデイズで返して相手から対応がなければ、はい、市川さんがうまいことこの総裁をめぐる攻防を制したことになります。さあ木原選手これに返すものはなしと。なしと。市川さんからしてみたら、まあ、プラン通りといったことでしょうか。そうですね、予定調に、はい、これで開始のターンに、勝ち手段を解き放てば、ちょっと思考がこう引いたんで順番悩んでますね。多分もう何も引かなかったら2ガバナから入りそうかなと思ったんですけど、さあ2ガバナ行きました。まあもう今一応ウィル構えてるんで、まあ、次なんか強烈なスペルが来たら1回ウィルで弾いて、そうですね、今度クリデルは多分19、フェッチの枚数ちょっとごめんなさい把握してないですけど、434、431、そうですね、フェッチ8かなと思います。うん、静岡のグリデルは18だったようなっていう、だけど19の方が多いと。3384もあるかけど、ボルカ3、アンシー3、はい、ウエスト4、残りがフェッチみたいな。さあライフは23対15。さあニガバナはもうご存知の通り、はい、凶悪ですからね。1枚でゲームメイクできる、まあ、メンターほどの打点はないんですけど、やっぱり1枚でゲームに勝てるという意味では、うん、まあ、しかも対処されることがないんで守んなくていいのが非常に楽ですね。さあここでまたしても視野、そうですね、ニガバナの強さといいますかね、あれはモダンラウンドでの高橋優太さんが、ね、見せてくれましたから。
ただ実はニガバナに関してはモダンより弱いんですよね。あ、レガシーだと。あのレガシーって大体ただ強いから入ってるんですよ。うん、そういうフェアリーの部族のバックアップなしだと実はそんなに強くなかったりもします。それでも十分強いんですけど、実はモダンのフェアリーのニガバナの方が圧倒的に強い。大きな差がある。さあ木原選手、けどニガバナに対応できる議会の評決は引きましたね。で白マナもここにあるので後々しっかり対処はしていけそうですが、はい、ここで、うん、ただ市川選手が今おお強い差し子を囲い、まあ、素直に行くと議会の評決ですかね。と見議会の評決落として予報を全部弾きまくるのが、今市川さんの手札がフォースオービル真の宿敵パイラブラストなんで、はい、議会の評決だけ落としてドローを全部弾いて息入れさせてみたいな、まあ、あんま変わらないか。議会の評決打ってきたら、あてあれか、白マナがないからパッと見は打てないように見えるんですよ。白が1個しかないんで、これだったら白マナ1回引かせて評決打たせてそれを弾いた方がいいと。うん、うん、そうですね。でこれを弾いて、あ、真の名プランもまあ一応あるか、うん、難しいです。真の名ちょっとけど、あの4マナ目しかないと予報は絶対通せないんで。うん、さあただここは放送ビル、今場に4マナあったら、市川さんの場に4マナあったらより難しかったような気がしますね。打つかどうか、打たなくてもよかった気がします。ただ今木原選手の予報を絶対パイロするっていうのはもう絶対決めてるんで、それがブレないプラン。さあそんなこんなでフェアリーが着々と増えていきます。あ、すみません、議会の採決、採決めっちゃ評決って言ってました、はい、申し訳ございません、採決、うん、さあこれを市川選手は予定通りパイルブラスト、これで木原選手先ほど先ぶれで積んでた不要牌も引かなきゃいけないことになるんで、かなり時間を稼いでる。さあここは木原さんターンを返します。さあライフ17となりフェアリーも増えていきます。さあ2体で攻撃17対12。はい、ここで総員の同士、総員の同士に対応してブレインストーム。おお、完璧ですね。もう稲妻、フォースオウィル、あ、ごめんなさい、ウィル2枚残しですかね、じゃあ。ウエストランドといった形でしょうか。あ、なるほど、もう木原さんの手札知ってるんですね。ソープロ、今、木原選手、手札1枚だけで、それはソードトゥープロシャーズってさっきの思考囲いで見てるんで、なので、ここは。で、次のターンからフォースオウィルを構えながら、ニガバナでビートダウン継続。これは市川さん優位を握っている様子。もうここまではもう完璧に近いですね。で今手札木原選手がゼロに対して市川選手はここからウィルを構えるので、木原選手のドローの連鎖みたいなのも市川選手がウィルを使って妨害していくので、さあ2点、18対10。さあフェアリーがコツコツダメージを刻んでいく。あと3回。さあどうぞとブレインストーム。さあハンドはターミナス。なんか強いですね。ターミナス、ソープロ、瞬章の魔導士に見えました。一応これだとウィルまで完全に弾くことができる。墓地にパイロブラストあるんで。お、これはこれはけど木原選手としては悪くないような、今ウィルをこれで炙り出したんで、はい、で次に多分、週末そのうち次かその次かちょっと分かんないですけど、はい、積み込んでるので、まあでも
次かな。ちょっと分かんないですね。もう1枚がソープロに見えたんで、ソープロは全然いらないですからね。じゃあターミナスはギリギリまで引き付けた方がちょっと盤面的には良さそうではありますけど、さあどの順番で積んでるか。さあターミナス、さあ市川選手もここからはライブラリトップを知らない、お互い知らない状態で、サライフは12対6ですね。はい、議会の採決で苦花大将。おお、削り切りました。削り切りました稲妻。見事2本連続で市川由紀選手取りました。